こんにちは、あこです。今日は炊飯器で、お赤飯、栗お赤飯を炊きました。お米を研いで、セットするだけで、お赤飯が炊けます。ので、ぜひこの使い方もできるんだなっていうのを参考にしていただけたら嬉しいです。ということで、スタートです。ご覧ください。まずはもち米を2合、量ります。2合に対して1合の白米を入れます。お赤飯の、小豆ですけれども、井村屋の赤飯用小豆を使っていきたいと思います。まず煮汁と小豆を分けておきます。もち米と白米を研いだところに、先ほどの小豆の煮汁を先に入れていきます。赤飯おこわの3合の線のところまでお水を足していきます。その上に小豆を乗せて、お好みの分量の栗を乗せていきます。スチーム用の水容器にお水を入れたら、蓋を閉めてセットします。お米のところから、もち米を選んだら、炊飯でスタートです。炊飯器で46分ふっくらツヤツヤの栗お赤飯が炊き上がりました。炊飯器でお赤飯、ぜひお試しください。